どうもこんばんは、ジョルノです。さあ今夜も始まりました、動物万博謎の生物パビリオン、死ぬとはなんだ、不死身の生物の倒し方編、フェニックス。さあというわけでですね、このチャンネルでは様々な動物を紹介していくことで、一人でも多くの方に動物に興味を持ってもらってですね、一種類でも多くの動物が絶滅の危機から救われることを願ってやまないチャンネルでございます。さあ今回はですね、不死身の生物の倒し方ということなんですけどもね、皆さん不死身といったらね、何をイメージされますかね。ワンピースのマルコですか、トグロ兄ですか、魔人ブーだったりとかね、ジョジョの奇妙な冒険のディオだったりね、いろんなイメージあると思いますけどね、僕だったらね、ハリーポッターに出てくるね、あのダンブルドアが飼ってた不死鳥ホークスですね、あれがやっぱ一番に出てきますね。さあそしてね、不老不死ということなんですけどね、これ皆さん一度は夢見たことはあるんじゃないでしょうか。まあこれはね、漫画だけの世界なんじゃないかというふうに思われる方は多いと思うんですけど、これ実在するんですね。まあそんな奴らをね、まあ紹介していくんですけども、まあこうね、不老不死のね、あの生物の動画なんてたくさんあると思うんですけども、今回はね、あの倒し方、ね、についても、一緒に紹介していきたいと思いますので、ね、皆さん最後までお付き合いください。さあそれでは不老不死の生物の生態と倒し方いきましょう。まず最初はですね、王道のクマムシです。これ結構有名なんじゃないでしょうかね。まあね、あったかいんだからみたいなね、そんなベタなことは言いませんからね。で、まあ、クマムシはですね、カンポ動物門に属する動物の総称で1000種類以上いると言われています。四対八脚のずんぐりとした体の形からクマムシと呼ばれております。で、この顔ね、もうガトリングガンみたいな顔しますよね。武田観柳じゃないかと。で、地上 5000m から深海 2700m に生息できまして、地球のね、ありとあらゆるところに住むことができるというとてつもない生命力を持っております。で、体長は約1ミリ程度ととても小さな生物なんですが、びっくりするぐらいの耐久性を持っております。水分が極端に少ない乾燥した環境下に置かれると、クリプトビオシスという仮死状態に入ります。この時がまさに不死の状態になります。耐性としては150度の高温に耐える、ポケモンなら一撃必殺の絶対0度マイナス273度にも耐える、世界一深いマリアナ海溝の水圧1000気圧の75倍7万5000気圧の高圧にも耐え、人の致死量の1000倍の放射線にも耐えます。そして宇宙空間に10日間さらされても生きて生存した記録が残っております。とてつもない耐性なんですが、寿命は半年ほどと実際は長くは生きられません。しかしクリプトビオシス状態であれば長期保存も OK とのことです。噂によりますと、120年前の博物館の苔の標本の中にいたクマムシにですね、水をかけてですね、蘇生したところ何事もなく動き出したという記録があるとのことです。常温の状態では酸化のダメージでダメになってしまいますが、超低温もしくは無酸素状態であれば理論上は半永久的に生存ができるというふうになっております。もうね、何千年後かにね、お湯をかけてもらって生き返った時にはもうそりゃあったか。そしてこの無敵のクマムシを倒す方法なんですが、クマムシはクリプトビオシス状態でなければ雑魚です。なので水をかけて潰す以上です。プラナリア、はい、続いてですね、プラナリアなんですけども、これもまあ有名といえば有名ですね。プラナリアは変形動物門ウズムシ科ウズムシ目三角頭ウズムシ科に分類される動物です。で、プラナリアという名前は総称で、日本ではナミウズムシと呼ばれることが多いです。ヨーロッパ、アジア各地の水辺に住んでおり、日本の川の上流にも生息しております。石とかね、枯葉の裏によくへばりついております。まあ、アクアリウムとかね、やってる人だと分かると思うんですけどね、まあ、水槽の中でね、大量発生してしまってね、まあ、害虫のイメージがあると思うんですけど、まあ、漫画のね、テラフォーマーズを見ている方だったら、まあ、そんな悪いイメージはないかもしれないですね。エヴァちゃん可愛いですからね。そしてこいつはですね、ピッコロさんもびっくりのとてつもない再生力を持っております。なんと10個に切っても10匹になります。変態。ある実験では100個に切ったら100匹以上になったという実験の記録も残っております。そして驚くべきは、分裂した個体にも記憶が引き継がれているということですね。すごいですよね。で、これは縦に裂いても同じく再生可能です。で、先ほどのクマムシのように宇宙に飛ばすとどうなるかと言いますと、頭が2つになりました。なるほど、さっきの縦に切った時みたいになって、先ほどとは違ってですね、頭が両サイドにあるという、もう訳のわからない状態になっております。まあまさにね、不死身の生物にふさわしいんじゃないんでしょうか。しかしこんな不死身の生物にももちろん弱点もあります。先ほどね、10個に切って10匹以上になるというふうに説明したんですけども、あれには条件がありまして、まあ、1週間ぐらい絶食するのが絶対条件です。お腹がいっぱいの時に切ってしまうと自分の消化液で消滅してしまうんですね。
なので倒し方としては簡単です。餌をあげて以上、ベニクラゲ。はい、エントリーナンバー3、ベニクラゲですね。ベニクラゲはハナクラゲ目ベニクラゲモドキ科ベニクラゲ属に分類されるヒドロ中高の仲間です。世界中のあったかい海に生息しており、最大でも1センチほどの小さなクラゲになります。で、体内にある消化器官が透けて赤く見えることからこの名前が付けられました。通常のクラゲであれば生殖を終えると死んでしまい海の藻くずと化すんですけども、ベニクラゲはむしろ若返ります。敵に襲われて傷ついてしまったり、環境の変化によってですね、生存することが難しいと思った場合はですね、海底に沈んで死んだような状態になります。そしてここからポリプというクラゲの赤ちゃんですね、幼体の状態に戻ります。そしてまた大人になって、ポリプになって大人になってポリプになってを繰り返し続けるんですね。ベンジャミンバトン、数奇な人生、まさに不老不死。この現象をですね、研究者は腸が青虫の状態に戻るものと等しい現象というふうに言われております。これすごいですよね。なぜこのような現象が起きるのかと言いますと、動物の染色体には細胞分裂の回数圏とも呼ばれるテロメアという部分があるんですね。普通は細胞分裂を繰り返すごとにテロメアは両サイドからですね、 HP みたいに減っていくんですね。そして老化して死に至る、これが普通のサイクルです。しかしベニクラゲの細胞はテロメアを酵素で修復し、無制限に分裂を繰り返すことができます。つまり寿命がありません。そのため5億年以上生きているのではないかというベニクラゲも見つかっております。この力を使って若返りの研究が成功すれば、高齢化社会にもおさらばですね。そして誰も死ななくなって人口爆発、二酸化炭素の爆増、地球温暖化、大量絶滅。はい、でこのね、チート級の能力を持ったベニクラゲの倒し方、それは食べる。以上、ロブスター。はい、エントリーナンバー4、ロブスターですね。ロブスター意外ですよね。ロブスターは十脚目アカザエビ科ロブスター属に分類される甲殻類の仲間です。イセエビもね、このロブスターの仲間です。主に大西洋に住んでおりまして、体長は大きいもので120センチぐらいになるものもいます。でかいですね。小学生ぐらいあります。正直不老不死というのは嘘です。寿命はあります。しかし、まあ、単純にね、寿命が長いんですね。100年ぐらい生きると言われてます。で、年齢は体重から推測されるんですけど、140歳ぐらいになるんであろうかなみたいなやつは見つかってるみたいですね。なんでこんな長生きかと言いますと、これは先ほど説明したベニクラゲと同様で、テロメラーゼ酵素という酵素を使ってテロメアを修復しながら老化を防いでいるからですね。そして面白いのが、他の甲殻類と違って脱皮をするときにですね、殻だけじゃなくて内臓もリニューアルしてるんですね。すごくないですか。内臓リニューアルできるんですよ。これめちゃくちゃ羨ましいですね。なので理論上は永遠に生きられるんですね。ただロブスターの死因第1位は脱皮不全です。失敗するんですね。もったいない。なので1000年生きたロブスターみたいなのは見つかっておりません。まあね、一応ね、倒し方説明しておきますと、掴む、シェフに渡す、オマールエビの土鍋パエリアを作ってもらう。以上。はい、いかがでしたでしょうか。皆さん、不老不死についてどう思いますかね。仮にこう不老不死の手術を受けれるとしたら受けますか。怖いですよね。まあね、その友達とかね、まあ、子供奥さんがどんどん年老いていく中で、まあ、自分だけねずっと死なないっていうのはなんかやっぱ寂しいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、老いることもね、死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだと、かの縁柱も言っておりました。その通りだと思います。ゴールがなければね、ただ毎日を堕落してね、グダグダと生きていくだけなような気がしますよね。迫り来る寿命、それでも忙しくね働いていかないといけない日常、そこでね、なんとか時間を作っていく旅行、それが格別に楽しいじゃないですか。まあでもね、寿命があった方がいいとは言いつつもね、長生きしたいというのが、まあ、生き物のね願いですからね。僕もね、大好きなワンピースが完結してですね、ルフィの夢の果てがね何だったのかと、そこを知るまではね死ねません。皆さんも健康に気をつけて長生きしていきましょうね。そして今日紹介した生物はですね、まあ、医療の関係からですね、何らかのヒントになる可能性が高いですのでね、まあ、不老不死までとはいかなくても、この先ね、大きな病気がですね、簡単に治せる時代が来るといいですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでですね、様々な動物を紹介していきたいと思いますのでね、面白いと思ってくれた方、チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークの登録、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。